日本東北地方南東北山形県、村山地方山形県地域区分図代々、村山地方、青、最上地方、緑、大玉地方、紫、庄内地方、村山地方の自治体1、山形市、2、佐賀江市、3、上山市、4、村山市、5、天道市、6、東根市、7、小花沢市、8、山辺町、9、中山町、10、河北町、 11、西川町。12、朝日町。13、大江町。14、大石田町。村山地方とは、山形県の山形盆地を中心とした地域のこと。14市町が属し、行政面では、村山総合市町が管轄している。山形県民の約半数が居住する。果樹地面積比率は31.0%。県庁所在地で活つ商業などの中心地である。 山形市を中心とした南部の山形都市圏と山形空港が所在し工場も集積する東根市を中心とした北部の東根都市圏の二つの都市圏が認められてきたが近年は村山地方全体で一体的な都市圏を形成している。ただし高等学校の学区や信用金庫の営業区域などで東根市北の北村山地区4市町を村山地方から切り離し 最上地方と一緒にする場合がある。この場合、東根市北の北村山地区と最上地方を総称して、最北地区、北軍と呼称している。同様に、佐賀江市、河北町、西川町、大江町、朝日町を西村山地区、天道市、山形市、上山市、中山町、山辺町を東南村山地区と呼称する場合がある。旧村山軍一帯に相当する。 地域名称であり、日常的な生活圏の名称として定着している。古代の最上軍は、後の最上軍と村山軍の双方を包含していた。886年、最上軍は、北の村山軍と南の最上軍の南北二軍に分割されたが、両軍の位置関係は現在とは逆である。室町時代初期、山形を本拠地とした芝氏の一派が、もがみを名乗ったのは、 当時の山形が最上群に属したことによる、江戸時代初期の最上市の海域後、最上群と村山群とが入れ替えられ、現在のように南が村山群、北が最上群という配置になった。大湯山脈と旭山地や出羽山地に囲まれた地域で、最上側の中流部と境川、須川の流域にあたる山形盆地とその周辺の丘陵地、山地である。 洗浄地や自然堤防上では、水はけの良さを利用して、果樹栽培が盛んに行われている。主な分布の地は、東根市の乱川洗浄地、寒河市の寒河川,川洗浄地、天道市の立、谷川洗浄地、西条川沿いの自然堤防。主な栽培果樹は、桜んぼやぶどうなど、その他の低地や中山間地では、稲作も盛んに行われている。内陸性で、 比較的雨量が少なく、1日の温度変化や、季節の温度変化が大きい。夏は、フェーン現象の影響で、連日30度を超す真夏日になることも多いが、熱帯夜は少ない。冬は、季節風の影響で、積雪量が多い地域だが、同じく内陸部に位置する、最上地方や大玉地方、福島県の合津地方と比べると、西部に位置する、旭山地の影響で、 積雪量が比較的少ない。ただし、大湯山脈を越えた太平洋側の地域と比べると積雪量は多く、北部の尾花沢市周辺や西部の朝日山地周辺は国内有数の豪雪地帯となっている。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。2010年国勢調査の基準では山形市を中心都市とした六市七町で都市雇用圏を構成し、 2015年の人口は53万4571人。以下の14市長は、村山地方を構成するすべての自治体であり、村山総合市長が管轄している。山形市が中心市となり、上山市、天童市、山部町、中山町と定住自立権協定を締結している。座王連邦を挟んで、仙台都市圏との交流が盛んであるため、村山地方と仙台都市圏で、 戦山権と呼ばれる地域県を形成している。また、山形市、仙台市、福島市の三県と合同のプロジェクトも行われている。ありがとうございます。